皆さんこんにちは、力添え PLC シーケンス講座です。今回は PLC での文字の扱い方の2回目です。改めまして皆さんこんにちは。今回は前回に引き続きPLC での文字列の扱い方2回目として、タッチパネルから PLC デバイスへの文字列の入力について解説をします。力添え PLC シーケンス講座では PLC とプログラミングについて実践的な内容を解説していきます。ぜひ最後までご視聴いただき、チャンネル登録をお願いします。前回は PLC の文字列の表現としてユニコードや ASCII コードについて解説しました。今回はタッチパネルから数字、ASCII 文字列、ユニコード文字列をそれぞれ PLC デバイスに入力してみたいと思います。今回のタッチパネルの入力項目をこのようにしています。この表では D の100から D の137までしか表示していませんが、実際の設定は D の149までの50ワードを使用します。 D100 は16ビットのバイナリーデータ、 D101 から113までは名前の入力でユニコード文字列になります。最大で漢字で6文字の設定にしてますので、実際は6ワード分でいいのですが、 VT の場合半角桁数が設定の基準になっていますので、半角12文字分で13ワード分が自動的に割り付けられてしまいます。したがって今回の設定もそれに合わせて13ワード用意しています。同じく出身地とこちらですね、それからニックネームもユニコードの設定になっています。次に生年月日、それから血液型になりますけども、こちらは ASCII 文字列の設定にしています。身長は例えば 160.5 とかね、小数点以下の値が必要になりますので、フロートですね、浮動小数点実数の設定をしています。という感じで16ビットバイナリーデータ、ユニコード文字列、 ASCII 文字列、浮動小数点実数などが混在したデータをタッチパネルから入力していきたいと思います。さて今回の題材ですが、お気づきかもしれませんけども、こちらになります。表のスペースの都合上3期生までの20人しか表示してませんけども、実際には昨年9月に加入した4期生が12人入りますので、これ日向坂のメンバーになるんですけども、合計32人ということになります。でこの表なんですけど、デバイスの割り当てが横ですね、それから D のコメコメの部分が縦で見ていただくということになりまして、で赤い行がこの D の01から49までで、緑の行が51から99までということになります。ですのでこの表でいくと、牛尾紗理奈さんが D の1100から D の1133まで、加藤志保さんが D の1201から1249までですね、このような割り当てになります。緑の行は例えば影山優香さんは D の1150から1199までの割り付けということになります。それでは次にタッチパネルの設定を見ていきたいと思います。はい、タッチパネルは VT スタジオを使ってますが、このように配置しています。こちらがですね、入力フォームになります。まずナンバーのところですけども、ここは16ビットのバイナリーデータの入力になります。ですので部品のところから基本部品の数字表示ですね、こちらを選んでいただいて、このように窓を作っていきます。でこの中身を開いていきたいと思いますが、まずデバイスナンバー100番です。 D の100になります。で1ワードデータで16ビットバイナリー、これは符号なしになります。でここで入力が必要になりますので、書き込みワードデバイスの指定というところにチェックを入れて、書き込みワードデバイスはこの参照ワードデバイスと同じデバイスにします。まあフォントとかね、スタイルはご自由に決めていただければなと思うんですけども、次にですね、キー入力になります。ここのキー入力にチェックを入れると、スイッチによる選択時にウィンドウ表示というチェックボックスが現れて、ここにチェックが入るようになります。で現在は自動的にシステム10キーが選択されていますので、これはこのままでいいかなと思います。数字入力の設定はこれで終わりになります。次にこちらのメンバー名なんですけども、こちらは部品から基本部品の文字表示のウィンドウをこのように作っていきます。それでは、こちらの中身を見ていきたいと思いますが、こちらデバイス D の101になります。
で全角の6文字の設定なんですけども、半角にした場合に12桁になりますので、12桁に設定していきます。そうするとここに D の101から113というところが自動的に割り付けられます。ですので今回はこれに従っていきます。でかなの入力になりますので、ユニコード文字列にチェックを入れます。で PLC なんですけど、相手の PLC が KV になりますので、上位階バイト入れ替えはチェックを入れません。で相手の PLC が三菱の場合、前回もお話ししましたが、ここにチェックを入れてください。で先ほどと同じようにスタイルやフォントなどは自由に設定をしていくということになりますが、ここですね、書き込みワードデバイス、ここにもチェックを入れて、参照ワードデバイスと同じデバイス番号を入れます。ここも D の113まで自動的に割り付けられるということになります。次にキーコード入力のタブなんですけども、同じようにキー入力にチェックを入れて、スイッチによる選択時にウィンドウ表示というところにもチェックを入れます。ですると先ほどと同じなんですけど、今度はここの設定を押して、現在グローバルウィンドウで設定してます。でグローバルウィンドウの0番というのに設定してありますので、一旦グローバルウィンドウの0番を見ていきたいと思います。でグローバルウィンドウの0番はこのようにキーボードがレイアウトされています。このカナのキーボードをどうやってレイアウトするかといいますと、表示から部品カタログでこのように部品カタログが出てきます。で部品カタログから選択で、部品でこのですねキーボードを選択してもらうと、このように漢字変換キーボードっていうのがいくつか出てきますので、これを選択するとこのようにいくつか漢字変換キーボードが出てきます。今回はこのタイプのキーボードを使っています。これはローマ字入力タイプのキーボードになります。VT の場合はこのようにグローバルウィンドウに漢字変換キーボードを配置すれば使えるようになります。ということでちょっと画面の方に戻りまして、でここで先ほどのキーバーコード入力でグローバルウィンドウの0ページ目を設定しておけば、一応カナ漢字入力はシミュレーター上でも可能になりますし、実機でも当然可能になります。ということでこの辺の設定は終わりということになります。それから生年月日、こちらは ASCII になりますので、 ASCII の方なんですけども、同じようにデバイスを設定していただいて、ユニコード文字列ここのチェックは外してください。デフォルトではついてないはずです。であと桁数を決めて、キーバーコード入力で先ほどのグローバルウィンドウの G の0番、先ほどのカナ漢字入力のキーボードになりますけども、これを使うように設定していきます。出身地も漢字混じりなので同じですね。血液型 ASCII なので先ほどと同じです。身長、こちらは数字表示になりますので、先ほどのナンバーのところと同じということになります。このような感じで全て設定をしてあります。であとは最後ですね、ここに書き込みの、スイッチがあります。これを押すとここに入力されたデータが D の1100からのデバイスに書き込まれるということになるわけなんですけども、ではですねそこのラダーを見ていきたいと思います。はい、こちらラダーなんですけども、先ほどのスイッチなんですが R100 で設定しています。で R100 が押されると M の100がセットされて、そこから先に、処理が進んでいくわけなんですけども、 M100 がオンした時にこの Z1、 これはインデックスレジスタになります。インデックスレジスタ Z1 の値ですが、こちら D の 100×50-50 というふうに数式が設定されています。 D の100は先ほどのナンバーになります。でナンバーは1から始まります。それから1人分のプロフィールが50ワード使います。ですので50かけるんですけども、データが格納されているデバイスっていうのが D の1100からなんで、00番からなんでね、1人目っていうのは00番からスタートしなければならないので、さらに50を引いています。そして B ムーブで D の100から50ワード分を D の1100の Z1 の50ワードに転送しなさいという命令になりますので、プロフィールナンバー1番のメンバーは Z1 の値が0になりますので、 D の1100プラス0ですので D の1100から50ワード、プロフィールナンバー2番のメンバーは Z1 の値が50ですね、 2×50 で 100-50 で50なので、ですので D の1100プラス50なので D の1150から50ワードに転送しなさいという命令になります。で転送が終わったら完了通知で M101 をオンさせまして、あとはこちら M の101の実行条件でコンマ1秒ランプを表示するっていうためだけに使ってます。あとはタイマーがオンしたらば、先ほどセットしたものは全てリセットをして、それから D100 からの入力窓を全部クリアしなさいという命令ということになります。それではですね、1人目入力していきたいと思います。で1人目、後ろサリナさんは先ほど
テストで入力してありますので、次に影山由佳さんの方の入力をしていきたいと思います。ここが2人目ですね。それからこれで漢字モードに切り替えて、こんな感じで入力をされました。でこれを書き込んでいきたいと思います。でこれで影山優香さんなので、 D の1150から1199までの間にデータが格納されたということになります。ではですね、この状態を実際見ていきたいと思います。一括モニターウィンドウで先頭 D1100 にして、表示を16進数で見ていきます。 D1100 はバイナリーデータなので、これは1になります。 D の1101から1106までですけども、こちらには16進数の値が入っていますが、それ以降ですね、実は13まで0なんですね。実際は本当は6ワードしか使わないんです。名前のところ漢字6ワードの設定をしていたので、実際は本当に6ワードしか使わないんですけども、 KV で割り当てると13ワードの設定になっていますので、まあここは空いてしまうということになります。ここの16進数の値はユニコードのコードになります。それから身長ですね、身長とか見ていきたいと思うんですけども、2人目ぐらいかな、3人目、加藤志保さんも入れてあるので1230だったような気がしますので、ここを先頭にフロートで見ていきたいと思います。ここですね、加藤志保さんの身長が 160.5 なので、点5ってちゃんと入ってますね。このように全てのメンバープロフィールを入力していくということになります。ではですね、最後に何名かのメンバーのプロフィールを見ていきたいと思います。はい、ではですね、この中から何名かのプロフィールを最後に見ていきたいと思います。まず影山優香さんも出ちゃってますけども、これ実はですね 2ページ目に入れてますので読み出してみたいと思います。はい、影山優香さんは昨年ワールドカップで大活躍されましたね。といってもまあ選手ではないんですけどね、いろいろメディアで引っ張りだこということになって大活躍ということになります。影山優香さんは実はですね、1期生の最年少メンバーなんですね。21歳になります。それから同じく1期生でいうと斉藤京子さんは、昨年の秋に発売されました8枚目シングルでセンターを務めています。ひらがな欅時代にもねセンターを務めたことがあるんですが、日向坂になってからは初めてのセンターということになります。はい、それではですね、2期生誰か行ってみたいと思いますが、じゃあ川田ひなさん行ってみましょうかね。川田ひなさん2期生ですね。なんかおっとりしてておとなしそうな感じなんですけども、実はですね本当にキャラクターが強い面白い子でですね、ニックネームも川田さんっていうね、これはですね浜岸日和さんがつけたニックネームになります。という感じで何人か見ていきました。で次回はですね、ちょっとこれを完成させておきたいと思いますが、実はですねこれ年齢出てないんですよね。でここ文字列で入れてしまっているので、実際に年齢の計算っていうのが実はできていません。これを数字に置き換えるっていうこと、バイナリーデータに置き換えなければならないわけなんですけども、計算するためには次回は ASCII 文字列をバイナリーデータに置き換える、変換するというねやり方で、ここの年齢を計算をして最終的にプロフィール表を完成させていきたいなと思います。ということで今回は文字列の入力についてお話をさせていただきました。この動画が勉強になった、仕事で使えると思ったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは以上、力添え PLC シーケンス講座でした。ご視聴ありがとうございました。